父團十郎と下記市川海老蔵。父團十郎のおもてなし、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの父十二代目市川團十郎さんの心温まる思い出が母貴美子さんによって語られている。市川團十郎さんが食べてきたもの、成田屋の食卓では團十郎さんが自らベランダで焼いておもてなし。まとやがきのパーティーをしていたという。牡蠣の美味しい季節になると三重県志摩半島の的屋湾から牡蠣を取り寄せた。團十郎さん自らが牡蠣を剥き、ベランダに置いた炭火焼きグリルで牡蠣の網焼きを担当したという。ワインを飲みながら、和やかに午後を過ごす習慣はそのまま貴美子さんが引き継いでいる。和やかな午後、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。